ジャパンプラットフォームが加盟 NGO の活動をお届けします。東京浅草橋のガード下にあるセカンドハーベストジャパン、2002年に設立された日本初のフードバンクです。フードバンクとは、まだ食べられる余剰食品を生活困窮者や福祉施設などの団体に届ける取り組みのこと。セカンドハーベストジャパンの事業の柱は2つ。企業や個人などから寄せられた食品を困っている人に提供する直営のフードパントリーの運営、もう1つが福祉施設や提携パントリーなど他の団体への食品の提供です。寄付する側にとっては廃棄コストの削減というメリットもあります。昨年はちょうど500社近くの企業さんから食品の提供を1年間でいただきました。去年1年間のその500社のうち、新規で160社ぐらいの企業さんが新たに寄付をしてくださったというような形です。ではどのような食品を受け入れているのでしょうか。食べ物全般幅広く受け入れをしてます。基本的には、まあ、いろんな訳あり品だったり過剰在庫だったり賞味期限が多少近いとか、まあ、そういった事情があるにしても、そのまま売ってもいいレベルできちんとパッケージの表示も含めて品質が保たれているものを受け入れをするというところをお願いしています。直営のフードパントリーまるごはんは2023年11月にリニューアルオープンしたばかりです。この日はスタッフ2人とボランティア5人で午後から提供する食品の陳列作業を行っています。陳列された棚には調味料やパスタ、冷凍食品からお菓子まで様々な食品が並びます。やっぱりある意味やりがいがありますよね。はいはい、先ほども言いましたけど、まあ、自分のためもあるんですけど、まあ、世の中少しは役に立ってるかな、はい、初めて参加したというこちらの女性は、きっかけは大学の卒論でフードロスについて取り扱ったのと、なんか自分でも行動に移してみたいなって思って、やりたいなって思ったのがきっかけです。このパントリーの特徴はスーパーで買い物をするようなショッピングスタイル。あらかじめ食品が詰められたパッケージではなく、それぞれの食品に上限はあるものの、訪れた人が好きなものを受け取れるシステムです。毎週木金土の週3回開けています。体験の1回の後5回利用できるというカードあるいはアプリを発行しています。なので、それをどの程度の頻度で来るかはご自身にお任せしています。食品の受け取りは60日の期間中6回まで、2回目からは予約制です。この日はおよそ100人が食品を受け取りにやってきました。去年から利用しているという男性は、コロナ禍で特に、まあ、プラス物価高、やっぱりなかなかこう生活が安定しないというか、仕事も、まあ、復職して多分給食でそのちょっと繰り返したので、まあ、その間になかなか生活費が厳しいところに、まあ、こういったサービスがあるというのはすごく、まあ、ありがたいことだなと思うのと、まあ、ずっとこう頼り続けるというのはなかなかやっぱりこう難しい面もあると思いますので、まあ、自分もそういう力をお借りしながらこう自立というか生活再建に向けて、まあ、取り組んでいければなというのはあります、ね、外国人の利用者も多く見受けられます。Where from? I'm from the Philippines. Philippines. Yeah, it's my third time. Banana, tomato, cup noodles, rice, and bread, pasta, and carrots. That's it. Food here in Japan is so very oishi, very delicious in Japan. こちらは中国からの留学生。今日もいっぱい、うん、取りました。果物とか、うん、まあ、ラーメンとかね、うん、ああいうの生活に、うん、必要な食品とか、まあ、たくさん、うん、
まあ、思ったよりなんか量が多いので、まあ、今日もなんかちょっとギリギリまでいただきましたね。家賃とか授業料とか高くて、まあ、これは私の生活費節約するための、まあ、本当になんか私の生活とってもありがたいと思います。ご自身が必要なもの、食べられるものを選べるっていう喜びでもありますし、よりスーパーに近い自由な形で提供するっていうことができて、ご本人が持って帰ったものでミスマッチがないので、お家でそれがロスになるみたいなことも防ぐことができています。本当にいろんな方たちがここに利用しに来るんですけれども、まずはこういった場所があるっていうことを知ってほしいですし、本当に困ってしまう前に気軽にまずは利用できるんだよっていうことを知ってもらえたら嬉しいですね。食料支援を受けているのは個人だけではありません。こちらは埼玉県八潮市にある基幹物流拠点。大型トラックが続々と到着し、生鮮食品や調味料などさまざまな種類の食品が運び込まれていきます。常温のですね、食品としてはだいたい120パレットぐらいの収容が可能になってます。その他冷凍の倉庫、あとは冷蔵倉庫、その辺も備えておりまして、冷蔵冷凍品の寄贈に対しても対応可能というふうになっております。で、主にはですね、午前中に納品がありまして、で午後は団体さんへの食品提供という形になっております。運び込まれる食品は過剰在庫や賞味期限が近いものだけではありません。クリスマスに向けた食品ですとか、こういったものはその季節が過ぎてしまうとやっぱり販売できなくなってしまうという背景がありまして、で、まあ、そういった食品もその季節が過ぎた後にいただいてます。あとは株主優待品とかもありますよね。株主総会が終わった後にご提供いただいたものですとか、あとはお中元お歳暮のシーズン、これの後にやっぱり余剰になった食品をご寄贈いただくということもあります。届いた食品、提携団体に提供する食品はすべてシステムで管理しています。受け取りに来る団体もタブレットを使うことで、提供する食品の把握などさまざまな管理ができるほか、作業の効率化も図ることができるといいます。こちらの生鮮食品も、提供します。ある程度のカテゴリーによって分けられていますので、飲料があったりとか、野菜があったりとか、お惣菜系のものがあったりとか、乳製品があったりとか、いろいろあります。で、その中に自分たちが必要とするものをピックアップしてもらうと。で、団体さんによって対象人数も違いますので、あえてこちらが用意するっていうことは今してなくてですね。また農家から野菜の提供も定期的にあるそうです。この日届いたのは採れたての小松菜。新鮮の野菜だから採れたてのやつを皆さんにね、食べていただこうということで、今はシーズンですから、野菜のね、シーズンだから1週間に1遍は来ますね。この日食品の受け取り予定は12団体。昨年は400以上の団体に食品を提供しました。スパゲティは3、スパゲティは3、今日配んないといけない。これはコシヒカリ、お米ですね。パックご飯ですね。パックご飯、はい。こちらは一人暮らしのお年寄りや生活困窮者の自宅に食品を届けているという団体。世帯数は30件ですけど、一つの世帯に持っていくとその方がまた配ってくださったりするので、私が配るのは20世帯ぐらいかな。ご老人の方ですとやっぱり甘いものとか嗜好品が喜ばれますね。あとやっぱりハムとか長持ちするものは大変喜ばれます。受け取りに来る団体は様々。生活のお困りの方に対して月一開催でフードパントリー、また子ども食堂をして、でそれに使わせていただきます。生活困窮者の方々に対してこの
いただいたものを提供するという活動をしています。月に1回行っています。今日は冷蔵品が多かったので、豆腐ですとか焼きそばですとか、ヨーグルトも多かったですし、あとはパスタですとか、基本的に喜ばれるのはあまり調理をしないものなので、電子レンジでやれたり、そんなに手間がかからずにやれるっていうものが喜ばれます。こちらは日本で暮らす外国人に対して支援を行っているという団体。栃木県から2時間半かけてやってきたといいます。いっぱい外国人、いっぱい問題ありますか。病気、仕事ない、あといろいろ値段、60歳、あと払うアパートない、ガスない、いろいろ問題ね。明日とか明後日に配ったりするんですか。今日夜。今日。そうそうそう。この日用意していた大量の食品は12団体にほとんど提供し尽くしました。今日は賞味期限の短い生鮮食品も皆さんきれいに持ってっていただきましたので、この後我々の方でそれを仕分けしたりとか、浅草橋に移送するっていう作業もありませんので、非常にいい形で終えることができました。セカンドハーベストジャパンはまた、ジャパンプラットフォームが行っている休眠預金事業の実行団体として、災害時のフードバンク団体等による広域食の支援スキーム構築事業を実施しています。で、今回ですね、休眠預金事業の方ですが、通常枠の方で、九州中国地方を対象に事業をやっております。これは広島県や岡山県の地元の団体と災害時の連携を構築するスキームです。で、またこの事業はですね、災害が発生した場合には災害対応もするという緊急枠の予算というか枠組みもありまして、今回能登の地震が元旦に発生しまして、現在それを使わせていただいて能登に入って、特に被災された方の その食の支援というところで活用させていただいています。1月1日能登半島で起きた最大震度7の地震、至る所で道路が寸断し家屋が倒壊、ライフラインの復旧に時間がかかり各地で断水が続きました。セカンドハーベストジャパンは休眠預金事業のスキームを活用し、地震発災直後からさまざまな団体と調整を始めました。1月6日には地元団体や岡山県の災害支援団体らとともに石川県七尾市の避難所にトラックで食材を搬入、炊き出しを行いました。セカンドハーベストに寄贈いただいているいろんな食品ですね、パスタだったりとか、もちろん備蓄食品、あと水、ペットボトルの水、そうですね、もういろいろですね、カット野菜もいろんな4種類ぐらいいただいてます。それも何百キロっていただいてるやつを冷凍状態で、やっぱ調理すぐ炊き出しするときに一から全部野菜カットするの大変なんで、カットで真空パックで冷凍した状態のやつを持ってきてます。はい。初日のメニューは八宝菜ならぬ11宝菜に、春雨のとろみスープ、鶏むね肉のピリ辛和え、わかめ入りご飯、カット野菜は断水で水のない現場で大変重宝されました。はい、ありがとう。おいしいです。おいしいですか。今日はえらいごちそうで。あ、そうですか。あったかいです。あったかいですね。ありがたい。人の優しさが身に染みます。本当に東北の人たちの気持ちが今やっと分かったっていうか、そんな感じですね。いっぱいいろんなボランティアの方も来られたんで、もう本当にかなりそのスムーズに、行ったと思います。あとは私たちフードバンクなので、もちろん初動で炊き出し温かい食事を提供するっていうこともすごい、価値のあることだと思ってるんですけど、より中長期的に、じゃあ今後再建するって生活再建のために、例えば仮設住宅、復興住宅、そういったところに入られた方にちゃんと定期的に、食品を届けれるような仕組みは作っていきたいと思っています。栄養バランスが良く、
主食、副菜、汁物を揃えた炊き出しは10日間で延べ3550人の被災者に提供されました。3月からは中野都に新たな物流拠点を開設。そこに集まってくる食品を集積し、支援団体や避難所への提供も始まっています。セカンドハーベストジャパンは、すべての人に食べ物をという理念のもと2002年に設立。さまざまな理由で発生する余剰食品を引き取り、児童養護施設や一人親家庭といった食品を本当に必要としている人々のもとへ届ける取り組みを行っています。すべての人に食べ物をという、そこに尽きると思います。それがまだ満たされていない。日本にはまだ200万人ぐらいの食に欠く人たちがいるというふうに言われています。まだまだ構築されていないフードセーフティーを構築するというのが必死ではないかという思いで、たくさんやるべきことは残っていると思っておりますので、そういったところに従事していきたいと思っています。